全国でも珍しい、ろう者の手話で生き生き学ぶ学校。東京・品川区にある明星学園は、耳が聞こえない子ども、聞こえにくい子ども、68人が通う特別支援学校。幼児から中学生まで、同じ校舎で学びます。この学校では、日本語の文法に沿った日本語多用手話ではなく、日本手話を使って授業を行います。日本手話は、ろう者たちから自然に生まれた言語。いわばろう者の母語。日本手話を第一言語として身につけることで、聞こえる子どもと同じように理解力、思考力を育むことができるといいます。休み時間も手話でおしゃべり、食事中も会話が弾みます。テレビドラマの話題で盛り上がりました。およそ1年前に転校してきた中学生、秋も深まる頃、開催される文化祭、聞こえない子供が生まれる割合は1000人に1人とも言われています。自分たちが神様に選ばれた子という思いから、文化祭は千神祭と名付けられました。子供たちが考えた名称です。この日は本番前日の校内発表会、迫力ある演技を披露。自分たちの思いや考えを十分に伝えることができる。そんな環境が子どもたちには一番必要だといいます。